毎日です。薪で炊くお風呂なんですけれども、レンガで組んだ炉があって、そこにこう薪を入れて、浴槽は鉄ですね、それを温めてお湯を温める。まあそれは夫が子供の頃なんか一時だけ薪のお風呂で実家で炊いてたらしいんですね。炊きながら冒険小説とか読んでた。炎を目の前にして読むとどん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 こう物語の中に入っていく感じがあって、鉄瓶ので沸かしたお湯は体に湯冷めしない、すごく温まります。私が料理を作ってて、風呂を炊くので、まあ時間に余裕があれば一杯飲みつつ、お酒を出す窓が欲しいですと言ったら、あそこに猫のお入り窓みたいのができました。で、そこから料理して端切れを出して、一人楽しい時間をお風呂を炊きながら過ごす。毎日の暮らしなんだけど、ちょっとそこにこう変化があるっていうか、気持ちの転換できるところがある感じがします。夫と二人暮らしです。東京都の外れなんですけど、日本の里山風景っていうのは残っている。新宿から自転車で40分弱ぐらいでここ家まで帰れるんです。花を生けるのが仕事です。夫はフリーのカメラマン。結婚して最初は普通のいわゆる日本によくあるアパートに住んでいて、そのうちに10年ぐらい経っちゃって、で建築家の中村義文さんと出会って、夫が中村さんの住宅を取るようになって、雨宮さんたちのうちも建ててあげるよと言ってくれて、坪数で全部で74ぐらいですかね。お願いしたかったのは撮影スタジオが欲しい、自宅に自然光で光がきれいに撮れる場所が欲しいということと、あと私は花の仕事をしているので買ってきたお花を置くため の, 場所が欲しい、それと五右衛門風呂の3つぐらいですね、お願いしたのは。家具とか増やしたくない、なるべく物を置かないっていうのは心がけてることなんですね。やっぱり都会で仕事することが多いので、物が溢れていて、でこう空間がギュッと詰まったようなところに行っていると、家に帰ってきて物がないと逆にホッとするし、ゼロに戻る感じな。2階は寝室、書斎ですね。で、もともと今私の所在にしている部分っていうのは、1階にある夫の画像処理をする仕事場と、こう、空間上つながっていて、なんかちょっとこう、お互い作業をしつつしても、共有できる感じ。これ消してどうする？貼っていい？貼っていい？汚い？いや、毎日生活のパターンが違うから、今日は何をしてるとか、今日はこういう予定で動くとかっていうことを話し合わないと、お互いがこう立ち行かないので、そうしているうちになんか今みたいになった、よくみんなにそう言われます。理想の暮らしっていうものを考えてなかったんです。ともかく庭があったらいいと思ってて、でも出来上がって住んでみたらすごく気持ちがいい。出かけていても家に帰りたいなと思う、そういうお家です。